皆さん、こんにちは。この度、名鉄桜井駅の周辺で行われております。土地区画整理事業が完了する運びとなりました。事業が完了しますと、施工区域内にお住まいのすべての方の住所が変更されますので、その内容についてご説明いたします。 この動画では、お手元にご用意いただくもの、住所変更の概要住所変更の対象となる区域、今後のスケジュール、住所変更手続き、証明書、郵便局の取り扱いなど、住所変更通知用はがき、お問い合わせ先の9つの項目についてご説明します。 動画をご視聴いただくにあたり、住所変更の対象となる方に郵送しました。住所、所在地変更手続きの手引きと、住所、所在地変更チェックリストをご用意ください。なお、この、手引きと、チェックリストは、安城市のウェブサイトでも、公開しています。 また、画面上部に、手引きの参照ページを表示しますので、必要に応じて、ご確認ください。名鉄桜井駅の周辺で行われてきました、土地区画整理事業は、令和7年1月10日に、完了する予定です。事業が完了しますと、翌日の、 令和7年1月11日から、施工区域内のすべての土地に、新しい地盤が設定されます。この結果、施工区域内にお住まいのすべての方の住所が、新しい土地の地盤に基づいた、新しい住所に変更されます。住所変更の対象となるのは、 画面左の図の通り、名鉄桜井駅周辺の桜井町、姫小川町、小川町の一部区域です。新しいあざ名は、北東から桜井町白向井1丁目、白向井2丁目、白向井3丁目、桜井町桜井、桜井町温泉1丁目、 音声二丁目、音声三丁目。姫小川町姫西一丁目、姫西二丁目、姫西三丁目です。小川町金正、三日三条、につきましては、あざめへの変更は、ございません。また、町内会の所属は、北から、白向町内会、 桜井西町町内会、姫小川町内会、小川町内会、となります。なお、黄色で着色された部分にお住まいの方につきましては、町名が変更されていますので、ご注意ください。その他、小学校区が一部変更されていますが、対象となる方には、 すでにご説明しております。令和6年9月30日付で、施工区域内にお住まいの方宛に、住所変更のお知らせ、手引き、チェックリストを送付しました。合わせて、住所変更説明会の開催についても、ご案内しています。また、 令和6年10月下旬に、施工区域内に本籍のある戸籍の代表者の方宛に、本籍の変更に関する案内通知などを、送付します。なお、本籍は、ご自身で選んでいただくこともできますので、施工区域内に本籍がある方につきましては、お手元に通知が届きましたら、 内容をご確認ください。令和6年11月2日から4日までの3日間、桜井公民館で住所変更説明会を開催します。ご参加いただく日や詳細な時間は9月30日にお送りした案内をご確認ください。なお、説明の内容はこの動画と同じです。 令和7年1月14日以降、施工区域内にお住まいの方宛に、順次、住所、及び本籍変更証明書、と、住所変更通知用はがき、を、送付します。この、証明書、と、はがき、については、後ほどご説明します。令和7年1月14日から、 約3ヶ月間、事業完了に伴う、登記模の書き換えのため、施工区域内の土地、建物の全部事項証明書の取得、所有権移転や、定当権設定の手続きなど、法務局の登記事務が停止されます。令和7年1月頃に、 保留地を購入された方を対象として、所有権移転手続きや、登録免許税の納付等をご案内するため、保留地登記説明会を開催します。対象となる方には、事前に通知をお送りします。令和7年4月頃に、法務局の登記事務停止が解除される予定です。 実際に解除されましたら、土地所有者の方や、定当権者の方などに、解除された旨のお知らせを、お送りします。また、同じく令和7年4月頃に、複数の従前の土地が、一筆に監治された方に対し、同期識別情報通知をお送りします。なお、 一筆の従前の土地が、一筆に監視された場合や、一筆の従前の土地が、複数の土地に監視された場合は、新たに登記識別情報通知は発行されませんので、ご注意ください。住所が変更されることにより、手続きが必要な場合があります。 主なものをチェックリストにまとめましたので、内容をご確認の上、令和7年1月14日以降、ご対応ください。このチェックリストのうち、左のチェック欄が黒塗りになっているものについては、手続きの必要はありません。なお、住民票や円管登録については、手続きの必要はありませんが、 システムの都合上、1月13日まで、住所変更を反映させることができません。従いまして、新住所の住民票の写しや、印鑑証明が必要な場合は、恐れ入りますが、1月14日以降に取得していただきますようお願いします。また、手続きにあたり、証明を求められる場合は、 後ほどご説明する、証明書をご利用ください。その他、各手続きの詳細については、届け出先、問い合わせ先にてご確認ください。なお、マイナンバーカード、電子証明書の手続きについて、令和7年1月25日土曜日、1月26日日曜日、 2月8日土曜日、2月9日日曜日の4日間、午前9時から正午まで、市役所、本庁舎、市民課にて、臨時窓口を開設します。桜井支所は混雑が予想されますので、ぜひ臨時窓口をご利用ください。事業の完了に伴い、住所や、 本席が変更されたことを証明する証明書を令和7年1月14日以降、一人当たり5枚送付します。なお、住所の変更については、施工区域内にお住まいのすべての方が対象となりますが、本席の変更については、施工区域内に本席がある方のみを対象とするため、 施工区域内に本籍がない方などについては、証明書に、該当なし、と、記載されます。また、証明書が不足する場合は、1月14日以降、市役所の市民課または各支所にて、無料で発行します。その他、法人についても、一事業所あたり5枚、 証明書を送付しますが、不足する場合は、市役所の区画整理課にて、無料で発行します。令和7年1月11日以降も、郵便局の転送サービスにより、1年間は、旧住所のままでも郵便物が届きます。それ以降は、 郵便物が届かない可能性がありますので、お早めに、関係各所へ新住所をお知らせください。また、一部の方につきましては、町名が変更されますので、郵便番号をご確認ください。令和7年1月14日以降、証明書と合わせて、 住所変更を関係各所にお知らせする住所変更通知用はがきを1世帯あたり50枚送付します。記入例を参考に表面に相手方の郵便番号を住所、氏名を裏面にご自身の郵便番号を新住所、氏名をご記入の上輪ゴム等で取りまとめて お近くの郵便局や郵便ポストに投函してください。なお、このハガキの郵送は無料ですので、切手等を貼り付ける必要はございません。この説明動画に関するお問い合わせ先は、次の通りです。なお、住所変更手続きに関する、個別のお問い合わせは、 チェックリストの届け出先、問い合わせ先にご確認ください。施工区域内にお住まいの皆様におかれましては、各種手続き等で大変お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。